ラッドスタジオ、デルファイ、C++ビルダーは多くのコンポーネントやコントロールを備えています。コンポーネントを組み合わせることでアプリケーションの画面をデザインしていくことができます。しかし、コンポーネントの中にはデザイン画面だけで表示され、アプリの実行時には表示されないものがあり、例えば ttimer というコンポーネントがあります。これは定期的に処理を行う場合に使用するコンポーネントですが、このコンポーネントは実行時には表示されません。このようなコンポーネントを非ビジュアルコンポーネントと言います。これに対して tedit などはアプリケーションが実行される際にも表示されます。このようなコンポーネントをビジュアルコンポーネント、あるいはコントロールと言います。コンポーネントをフォームに配置するのは非常に簡単です。ツールパレットで使いたいコンポーネントを探すだけです。ツールパレットにはたくさんのコンポーネントが並んでいます。ここではボタンのコンポーネントを配置してみることにしましょう。3種類の方法をご案内します。まず最初の方法は、ツールパレットでコンポーネントをクリックして選んだ後、マウスだけをフォーム上に持っていってもう一回クリックするという方法です。これによりクリックした場所にコンポーネントが配置されます。もう一つの方法はダブルクリックする方法です。ダブルクリックするとフォームの中央にボタンが配置されました。これをドラッグ&ドロップで一旦動かしてみます。3つ目はツールパレットからドラッグ&ドロップで直接持っていく方法です。このように3つの方法でフォーム上にコンポーネントを配置することができました。さて、配置したら大きさを調整したり位置を調整したりという作業があります。ドラッグ&ドロップするとフォーム上のグリッドに合わせて配置できることが分かります。次にコントロールキーを押しながら矢印キーを押してみると1ピクセル単位で位置を移動できることが分かります。このような方法で微調整することが可能です。さらにオブジェクトインスペクタのプロパティから値を直接指定して位置を調整することもできます。マルチデバイスアプリケーションの場合はポジションというプロパティの中に X 座標と Y 座標の値が入っていますので、その値を変えることで位置調整できます。 VCL アプリケーションの場合はトップとレフトというプロパティがそのまま存在していますので、そちらに対して値を調整することが可能です。では大きさの変更はどうでしょうか。大きさの変更はコンポーネントの縁をクリックしてそのままドラッグすることで大きさを変更することができます。あるいはシフトキーを押しながら矢印キーを押すことでも大きさを調整できます。これも1ピクセル単位で位置を調整可能です。あるいはオブジェクトインスペクタのプロパティから大きさを調整することもできます。マルチデバイスアプリケーションの場合はサイズのプロパティの中に Width と Height があります。 VCL の場合はそのまま Width と Height のプロパティが直にありますので、そちらを探してください。なお、非ビジュアルコンポーネントについてはサイズを変更することはできません。フォーム上に表示されているのはこれはあくまでアイコンであって、実際に表示されるオブジェクトではないからです。さて、このようにしてコンポーネントを配置しました。では複数のコンポーネントをまとめて操作する方法はないでしょうか。これはコンポーネントをシフトキーを押しながら選択することで複数のコンポーネントを操作できるモードになります。この状態でドラッグ&ドロップすると複数のコンポーネントをまとめて動かすことができます。またコントロールキーやシフトキーを押しながら矢印キーを操作することで大きさや位置を調整することもできます。
さらにプロパティから値を直接書き換えてまとめて位置や大きさを調整することもできます。なお、この場合にまとめて変更できるのは位置や大きさだけではありません。その他のプロパティもまとめて一括で変更できます。例えばテキストを変更するとボタンのテキスト表示がすべて同じになりました。このように複数選択状態では共通するプロパティを一括でまとめて変更することが可能です。さて、左上の構造ウィンドウを見ると配置したコンポーネントが表示されていることがわかります。なお、これらのコンポーネントには親子関係を設定することもできます。例えばパネルというコンポーネントをフォームに配置してみましょう。そのパネルに対してさらにエディットを配置してみると構造ウィンドウの方ではパネルの子としてエディットが存在していることがわかります。そのような形でコンポーネントの親子関係というものを設定可能です。なお、非ビジュアルコンポーネントは常にフォームの子としての配置しかできません。他のコンポーネントの子として非ビジュアルコンポーネントを配置することは基本的にはできません。親子関係に関する操作をもう少し紹介しましょう。このコンポーネントを選択した状態でエスケープキーを押すとフォーカスがその親に切り替わります。さらにエスケープキーを押していくと最終的にはフォーカスはフォーム自身に切り替わります。それではここまでの内容をもとにユーザー登録用のフォームのデザインを作ってみましょう。まずはじめにパネルを置いてみます。パネルは複数のコンポーネントをまとめて取り扱うのに便利なコンポーネントです。まずパネルを配置した上でそこにラベルを配置します。ラベルを2つ配置します。それぞれ名字と名前の入力欄のラベルに使います。そしてそれぞれに対応するエディットも配置していきます。さらに今度は生年月日の入力フィールドも作りましょう。ラベルを配置して、さらにデートエディットというコンポーネントを組み合わせて配置します。デートエディットは日付選択用のコンポーネントです。そしてラベルには生年月日と記入します。さらに続けて配置していきます。ユーザー名とパスワードの入力項目に対応するコンポーネントを配置していきます。
そして今度はメールアドレスの入力欄もつけましょう。最後にもう一つ備考欄の項目もつけましょう。これまで配置してきたエディットは単一行の入力を受け付けるコンポーネントですが、備考欄には複数行の入力を受け付ける tmemo を使ってみます。そしてラベルのテキストを備考欄と設定します。さて最後に登録の実行用のボタンを配置します。少しレイアウトを調整してみましょうか。でボタンのテキストを登録とします。メールアドレスのところも少しレイアウトを調整しましょう。さあこれで登録フォームが出来上がりました。試しに実行してみましょう。するとこのようなフォームが表示されました。エディットは入力を受け付けます。あれ、でもパスワードのところがそのまま文字が見えてしまっています。これはあまりよろしくありません。そこでパスワードの入力の部分は入力された文字がマスクされるようにしてみましょう。パスワードとパスワード確認用のコントロールを両方選択した状態でプロパティを変更します。パスワードというプロパティがあり、これを有効にすると入力した文字列がマスクされるようになります。ですのでここではパスワードを有効にします。パスワードのプロパティを有効にしたらもう一度ビルドしてみましょう。入力した文字は確かにマスクされるようになりました。これでフォームはほぼ完成です。なおもしタブキーを押した時のコントロールの順番がおかしい時には順番を調整することができます。右クリックメニューからタブ順序を開くとデザインフォーム上に配置したコンポーネントのタブの順番を変更することができます。これはコンポーネントを選んでドラッグ&ドロップする、または右側の矢印のメニューでボタンで位置を移動させることができます。あるいはプロパティのタブオーダーから順番を変えることもできるようになっています。そしてタブオーダーはデザインフォーム上でタブキーを押してテストできます。この時にラベルにもフォーカスが当たりますが、実際のアプリケーションの実行時にはラベルのフォーカスは無視されますので、エディットやデートエディットあるいは tmemo だけにフォーカスが当たります。このようにしてフォームのデザインを作り込むことができました。あとはアプリケーションの機能の実装です。登録ボタンを押した時の処理を作る必要があります。これはオブジェクトインスペクターのイベントからオンクリックをダブルクリックすると、このオンクリックに対応したコードの編集画面になります。ここに必要な機能を実装することでアプリケーションの動作を作り込んでいくことができます。あるいはデザインフォーム上でボタンをダブルクリックしてもオンクリックの編集に飛ぶことができます。
またコードの編集画面とデザインの編集画面は F12 を押して切り替えることができます。以上でフォームデザイナーに関する説明を終了します。実際のコードの実装については別のビデオでまた説明したいと思います。